コラボラナッサーです。今日はですね、日高東方ボールにちょっと来てるんですけどもね、まあ、こちらのボーリング場になんとですね、スーパー中学生がいるということで、まあ、今回は取材させていただきたいなと思いますね。で、そのスーパー中学生伊藤由来ちゃんでございます。よろしくお願いいたします。ということで、そして今回は日高東方ボール所属の伊藤由来ちゃんをね、はい、まあ、ずっと、まあ、見て指導もしているという、はい、浅戸修作プロにですね、はい、一緒にゲストとして、まあ、出ていただきまして、まあ、由来ちゃんについてちょっと語っていただきたいなと思うんですけども。わかりました、わかりました、任せてください。非常に不安が残るところではあるんですけども、まあ、こちらのね、まあ、伊藤由来ちゃんね、私は初めてボーリング見た時っていうのは確か小学生の頃だったと思うんですよ。うん、で、伊賀ニンニボールにも、まあ、遊びに来てくれたことがあってね、その時の伊藤さんのボーリングがね、これまた投げ方が非常に綺麗でね、ちょっとびっくりしたんですよ。で、伊賀の方もですね、はい、伊藤由来ちゃんのボーリングを見てですね、俺ボーリングやめようかなって言ってた方が本当に何名もいらっしゃったんですよ。まあ、それぐらい、素敵なボーリングをね、まあ、投げ方の形としてしてまして、はい、まあ、それ以来、まあ、私は正直言ってほぼ初見というか、はいはい、まあ、その時はね、ドストレートのボールしかね投げれなかったと思うんですけど、この前拝見させていただいたらね、なんとなんとですよ、私よりも回転してるという思いました。もうすでにね、ボーリング歴私も25年から30年あるんですけど、もうすでに超えられたということで。でもね、これは、まあ、世のね、まあ、ボーラーさんにとって、これはもうすごくね、参考になることだと思うんですよ。うん、そうですね。はい。なかなかね、まあ、女子中学生、ね、はい、まあ、小学生ですからね、小学生からも中学生挙げられて、その間にもう高回転の感覚を得てきたということで、はい、どういった練習をね、積み重ねてきたのかっていうのを、ちょっとね、ここは教えていただきたいなと思いまして、はい、もうちょっと早速ね、出し惜しみ。ここまでやっといて出し惜しみ。するよね。やりましょうか今日は。やっときましょう。はい、ということで、それではね、ちょっと早速ね、由来ちゃんにね、ちょっと質問していきたいなと思うんですけど、うん、はい、普段というか高回転の感覚、はい、得るまでに、うん、まあね、ちょっとねテロップでもここ出していきたいなと思うんですけど、結構こうやっぱアクションがねすごく綺麗になってきてるなっていう印象あるんですよ。前はね、まっすぐビヨンとしか投げられなかったものが、うん、やっぱりこう回転かける誰しも憧れだと思うんですけど、はい、そういう感覚ってどういった練習から生み出されたのか、はい、大事ですね。まず自分がそういった感覚のを高回転じゃないですか、そういった曲げるボールっていうのを投げれると思ってました。思います。はい、やっぱ思わなかったんですよね。ずっとドストレート。ずっとドストレート。これでも実はね、浅戸君もそうやったと思うんです。前なんか話聞いた時に、はい、なんか小学生の間めちゃめちゃバックスイングだけ上がってて。そうです、バックスイングだけでした。それからスピナー回転だった。はい、スピナー。でもドストレートの感覚でしか投げれなかった方がやっぱりこういった高回転になれるんですよね。なれるんですね。はい、ね、どういった練習をこうしてたんかなと思いまして、はい、はい、どんな練習してました。まず1歩、はい、1歩からじゃなく、はい、0歩から、はい、手首のこういうスナップの感覚を、はい、手元でね、ちょっとこうやってやってるように、ちょっとカメラの見るとスナップの感覚スナップの感覚を、はい、まあ、分かるために、はい、まあ、0歩ゼロ歩中心から。ゼロ歩中心、やっぱりこう、そうですよね。僕もリリースの感覚の練習をするときに、やっぱね、こういきなりこう流れの中でやってしまう、結構やってしまうんですね。そう、分からなく感覚がこう鈍るっていうか。鈍りますよね。リリースだけの部分 の、はい、この練習を、はい、反復練習がもう最初に1回目の、まあ、練習。絶対そうですよね。まずそこに重点を置いて、うん、まあ、ひたすらそれやり続けるっていうことで、うん、まあ、そのリリースの感覚っていうのは生み出されるのかなと、はい、で、まあ、経験上なんですけど、いきなり流れの中でやってしまうと、なんかそこに集中できないですよね。まずそうですね、なんかもう全なんか他もバラバラになっちゃうし、いきなりそういうことってできないと思うんですよね、うん、いきなりやろうとしたこともあったんじゃないですか。ありました。そういった時ってどうでした。やっぱり師匠のお言葉を お言葉通り、はい、やっぱりそういったものをやってしまうと、なかなかそういった感覚ってできないですよね、はいはい、でやっぱりこうゼロ歩のからそういう感覚を、うん、やりだして、で今ね流れの中でちょっとでき始めてると思うんですけど、そ
これって他にどういう練習してますか？はい、あのこの前にゼロ歩から始めていて、はい、で3歩2歩っていうのを繰り返してたら、はい、あなるほど、はい、そのうち分かってきました。あなるほど、はい、あのゼロ歩やってその後1歩は挟まなかったですか？1歩もやります、はい、1歩もやっぱり大事でした。めっちゃ大事、めっちゃ大事どう大事って感じました？やっぱあの勢いとかがあるので、勢い、はい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 、勢いをつけるためには一歩が必要。ああ、なるほど、勢いをね、うん、はい、浅戸くんも一歩とか結構大事にしてるんだ。そうですね、はい、やっぱこの最初のリリース感覚っていうのを、はい、こう分かった時に、はい、やっぱ5歩にこう、はい、まあ、5歩の最初の、はい、まあ、リリースで、はい、次に練習するのが、まあ、1歩、2歩、3歩、4歩ってこう、はい、この歩数をやっぱ増やしていくことで、はい、この5歩にこのつなげていく、はい、感じで、まあ、はい、1歩、2歩、3歩っていうのは、はい、のまあ、流れとリリース感覚をこう融合するためには、はい、やっぱ大事。やっぱりということはね、いきなりこうバーンと流れの中でやるんではなくて、ね、こう順序立ててやっぱやっていくっていうことがやっぱりすごい大事なんかなというふうに思いますよね、はい、細かくこういう、ね、はい、順番が必要だと思います。私もあのリリースの感覚としてね、あの全然高回転ではないんですけど、例えばこう、でもそれでもね、冗談的な、このリリースの回転してないからって言って笑わないでね。いや、それは技なんだよ。いやいやいや、親指抜けます、うるさいよ。そういうわけじゃないんですよ。でもそれでもね、可能性としてやっぱり感じるっていうのは、うん、やっぱそういったこうこぼすっていう感覚はゼロ歩とかでも私もやっぱり感じるんですけど、うん、ただねそれをリリース投球の中でやろうと思った時に、やっぱ一歩っていうのがすごく大事な風に私は感じて、うん、こうローダウンってこうやっぱり肘入れるとか手首を使うっていう部分的な感覚ってあるんですけど、はい、やっぱ一歩の最後の左足踏み込んで、はい、踏み込んでこうそっちにエネルギーとして伝えていくみたいな、うん、そういうのってやっぱありますよね。そうですね、やっぱりこう、はい、もうやっぱ流れの中でやっぱそこのステップ、はい、で最後のこの一歩を出すときに、はい、まあ、パワーステップって言われるんですけど、はい、そこはまあスイッチステップって僕たち言ってて、はい、そのスイッチステップのこの反動で最後のスライドを出すっていうのもやっぱり大事なんで、はい、大事ですよね。そこもまあ重点的に練習、はい、あ、なるほど、やっぱりそういう練習をずっと積み重ねてるって、はい、そうです、そうです、はい、いやでもね、やっぱりこうどういった方でも女性の方でも、なかなかこう力がないからできないとかそういったわけではないと思うんですけど、そうですね、そういった意味でやっぱりこの伊藤さんの存在っていうのはこれから の、 あのボーリング業界というか、ボーリングを楽しむ方で、はい、やっぱり自分は力がないけどできないっていう方の非常にねこの希望の星となるような気がするんですよね。なので、ね、これからもぜひ頑張っていただきたいなと思うんですけど、はい、まあ、今後どういったボーラーになっていきたいですか？今後は、姫路さんみたいに、お兄さん、世界で活躍できるような、はい、ボーラーになりたいと思います。おなるほど、もうそこまで言い切りますか？いや、でも大事なことですよね。やっぱこう上を見て、上を見て、高いレベルのことを追いかけてずっとやっていくと、やっぱりね、そこに少しでもやっぱり近づいていきますから、やっぱね、自分はこう上手くなれないよとか、そんなんではなくて、やっぱちゃんとね、こう目標を持ってやっていくっていうのが、一つね、やっぱり成長していくのに、まあ、大きな必要なことなのかなというふうに思いますんで、これからもちょっと頑張っていただきたいなと思います。でね、伊藤さんも普段から、まあ、師匠からね、こう、あや、あや、ダメや、アホよ、バカとかって言われてる。で、言われてるらしいんですけど、噂では。はい、ほんまなんですか？あー、そんな記憶はないです。この動画では師匠は浅徳になっております。まあでも師匠です。ずっと見てますからね。はい、これからもね、ちょっと頑張って育てていただきたいなと思うんですけど、はい、彼女がね、やっぱこう、すごいなと思って思ったのはね、僕はこう、練習ね、今やってる風景見させていただいてたんですよ。でも、なかなかね、こういった細かい練習を、まあ、ひたむきにずっと続けられるっていうのは、これ、ある種の才能だと思いますし、はい、これ非常にね、大事なことだと思いますね。私もね、実は幼少期からボーリングはしていて、はい、何度もですね、師匠にずっとこういう練習しなさいって言われ続けました。ですけど、できませんでした、私は。
はい、僕もちっちゃい頃はもう100で全力でギョッて投げるだけ、はいはい、そうですよね。あのもうとにかくこう なんと言うんでしょうね、やっぱりこう細かい練習ってなかなかこう積み重ねようと思っても積み重ねられないじゃないですか。そうです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 、はいはい、嫌やなとかってやっぱりね思う部分もあるんですけど、でもねあの投げてる様子を見ると伊藤さんね、実際何かこう感覚を必死につかもうと、あの細かい練習をこう積み重ねてる姿をやっぱりこう見たので、まあ、これからねまたどんどん将来成長してくれる、まあ、楽しみな存在になるんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、ぜひですね、まあ、これからも頑張っていただきたいなと思います、はいはい、それではね、まあ、最後せっかくですからね、もう話したばっかりですから、はい、実際に、ね、まあ、どういう投球されているのかっていうのをね、ちょっと投げてもらいたいなと思いますんで、はい、あれみたいな感じ聞いてないよそれで終わりたいなと思いますぜひご覧ください。それではどうぞはい、ということでね、まあ、投球動画撮影させていただきましたけども、ちょっと硬かったんじゃないですか。硬かったやっぱりちょっと緊張しました。めっちゃ緊張しましたやっぱり撮影されてるのと投げてるのってやっぱ違いますよね。全然違いました。普段だともっといけてるみたいな自信があるみたいですね。まあでもね、まあ、ストローカーからこれだけね、まあ、回転が、まあ、かけられるようになったというね、まあ、美濃さんの希望にもなると思いますんでね、まあ、これからもねぜひ頑張っていただきたいなと思います。まさに希望の星ですから、はい、まあ、ということで、はい、佐藤くんなんかちょっと一言伊藤さんに、まあ、これからこうしてほしいみたいなアドバイス的なのありますか。あ、勉強です。勉強これ実はね、テイク2なんですけど、あの、1でも同じこと言ってますけど、そんなに勉強ダメなの？それはダメですね。あの、全ての大元は、まずは勉強からやっぱり、ね、成り立つもんだと、はい、正直私も実感しております。ということで、まず我々勉強しましょうか。皆さん、まずね、ボーリングの前に勉強して、はい、それがボーリングにやっぱりつながるということですので、はい、皆さん勉強しましょう。元も子もないじゃん。これからもね、頑張っていただきたいなと思います。はい、はい、それではね、あの伊藤さんへの、まあ、頑張ってっていう意味を込めて、皆さん高評価よろしくお願いします。ぜひね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。伊藤さん、これから頑張ってね。ありがとうございます。はい、バイバイ、ありがとう。